皆さん、こんにちは。元おにゃんこクラブメンバーであった吉田由美子さん。アイドルだった期間はとても短く、卒業後や引退後の活動が気になるファンは多いようです。今回は、吉田由美子さんの若い頃から現在、結婚生活、そして娘と噂の西本芽衣さんについてまとめてみました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。吉田由美子さんは、おにゃんこクラブの元メンバーです。おにゃんこクラブの会員番号45番としてデビューしたアイドルで、当時から高い人気を誇っていました。1987年の第4回卒業式まで活動し、その後も芸能活動は続けていました。吉田由美子さんは1986年に夕焼けにゃんにゃんのオーディションに参加しました。当初は特に進路希望はなく、クラブ活動希望としつつもメンバー入りが決定しました。彼女は当初からそのキュートなルックスで人気を集め、新メンバーの中でも注目株の一人でした。吉田由美子さんがおにゃんこクラブに加入した頃はちょうどグループの人気が徐々に下がっていった頃でもあり、夕焼けにゃんにゃん自体の視聴率も低迷していました。そんな中にあってもグループに加入した彼女はおにゃんこクラブを盛り上げようと頑張っていて、新メンバーとして新しい風を吹き込もうとしていました。吉田由美子さんはおにゃんこクラブにいた頃にソロデビューの話もあったようで、ここでもしソロデビューしていたとしたら未来は少し変わっていたかもしれません。ただ彼女がソロデビューすることはなく、この話はすぐに中止になってしまったようです。吉田由美子さんは1987年3月に行われた第4回卒業式にておにゃんこクラブを卒業してしまいました。この時は主要メンバーだった木原亜希さん、国生さゆりさん、辰巳梨花さん、高井真美子さんなどが卒業しており、グループは初期メンバーの大半を失うこととなりました。吉田由美子さんはおにゃんこクラブでの活動期間は非常に短く、わずか半年ほどの活動となっています。また彼女と同じ第4回卒業式で卒業したメンバーは多く、グループとしておにゃんこクラブは大きな衰退を見せました。吉田由美子さんがおにゃんこクラブを卒業した理由については明かされておらず、詳しいことは分かっていません。ただ第4回卒業式で卒業したメンバーは多く、グループの人気にも陰りが見えていたこともあり、卒業することにしたのではないかと思われます。モノクロテレビ。吉田由美子さんはおにゃんこクラブを卒業した後も芸能界で活動しており、当時はタレントや女優として CM や映画、ドラマに出演していました。この頃はまだ本人も芸能界でのやる気はあり、その後の活躍にも期待が集まっていました。吉田由美子さんはおにゃんこクラブ卒業後はグラビアアイドルとしても活動していて、抜群のスタイルを武器にアイドル雑誌で関東グラビアを飾っています。そのため卒業後もアイドル的な印象は強く、多くの男性ファンを魅了していました。吉田由美子はおにゃんこクラブ卒業後も芸能界で活動していましたが、後にひっそりと芸能界を引退してしまいました。引退時期について詳しいことは分かっていませんが、おそらく1990年頃ではないかと見られています。吉田由美子さんの芸能界引退理由については分かっておらず、詳しいことは不明です。ただ彼女自身そこまで芸能活動が順調だったわけではなさそうで、そうしたことも引退の理由につながったのかもしれません。吉田由美子さんの結婚や旦那に関する情報はなく、卒業後はどうなったのかというところまでは不明です。ただ結婚している可能性はそれなりに高いと思われ、情報がないことを考えると旦那さんは一般人だと思われます。吉田由美子さんのお子さんについても結婚と同様に情報はなく、はっきりとしたことは分かっていません。ただ彼女が結婚しているのであればお子さんがいる可能性は高く、そうなればお子さんはすでに成人しているものと思われます。吉田由美子さんの現在については情報がなく、どこでどうしているのかは不明となっています。また結婚しているのであれば名字も変わったと思われ、長年メディアにも顔出ししていないため、その風貌も気になるところです。ところでこんな噂があります。吉田由美子さんは現在ネット上で娘は西本芽衣さんだと話題になっていて、その真相には大きな注目が集まっています。西本芽衣さんはアイドルグループ
ジャグズマフィアのメンバーで、セクシー女優としても活動しています。また、この噂の中で西本明沙さんの母親の姿も話題になっているそうです。吉田由美子さんの娘が西本明沙さんだと噂になったのは、彼女の X での発言がきっかけでした。この時は、うちのママの元職業なんだと思う。アイドル、元おにゃんこクラブと明かしています。この発言は瞬く間に大きな注目を集めることとなり、各メディアからも取り上げられるようになりました。西本明沙さんはその後に TikTok にて母親と一緒にダンスを踊る投稿します。この時は母親がサングラスをして登場していて、セーラー服を脱がさないでと踊っていました。この動画から一気にファンの特定作業が激化することになり、その真相追及が行われることとなりました。西本明沙さんの母親は TikTok でその姿を現していますが、それに対するファンの反応の中には、吉田由美子という声も多く見受けられました。また、その他のおにゃんこクラブメンバーの名前も挙げられていて、特定作業は続いているようです。一方の西本明沙さんは母親の名前は明かしておらず、その後も詳しいことは語っていません。今後どこかで再び母親との動画や写真を公開することがあるかもしれませんが、そうしたことがない以上、母親もあまり目立ったことはしたくないでしょう。モノクロテレビ。西本明沙さんは自身の母親について、ちょっとだけ、本当にちょっとだけやっててと語っていて、これは活動期間が半年ほどだった吉田由美子さんの活動歴にも合致します。そのためはっきりとしたことまでは分かりませんが、可能性としては十分構想です。西本明沙さんは自身の父親についてはサラリーマンと答えていて、これがもし吉田由美子の旦那であれば、結婚後はごくごく一般的な家庭を築いていたものと思われます。西本明沙さんの母親はサングラスはしていましたが、顔は公開していて、その顔立ちから吉田由美子に似てるという声は多いようです。特に顔の輪郭などはよく似ていて、吉田由美子にであるのは間違いありません。吉田由美子さんは西本明沙さんの発言から母親ではないかと噂になっていますが、今後芸能界の復帰はあるのでしょうか。これについては可能性はとても低いと思われ、これはその後にテレビ出演などがないことが要因とされています。1994年のおにゃんこクラブの同窓会には参加したこともあったようですが、これ以降の情報はありません。吉田由美子さんは西本明沙さんの母親だと噂になっていますが、その真相についてははっきりしていません。今後も本人から明かされることはないと思われ、憶測だけが飛び交うこととなっています。ちなみに西本明沙さんは先日 SNS で金銭に関わるトラブルに巻き込まれていると投稿しました。そうした状況の中、再び更新し、現役 AV 女優の全財産はこちら、どん底すぎるホス卿でもコンカフェ卿でもないですと綴り、預金残高が38,805円と記載された画像を公開しました。西本明沙さんが公開した全財産に SNS 上では、もっと稼いでいると思っていた、なおさらきちんと返してもらわないと、正直にリアルに伝えていることにすごい好感が持てますなど、さまざまなコメントが寄せられていました。いかがだったでしょうか。今回は吉田由美子さんの私生活を中心に見てきました。元おにゃんこクラブのメンバーとして活動し、卒業後も芸能界での活動は続けていましたが、後に引退してしまいました。現在は西本明沙さんの母親だと噂になっていますが、その真偽のほどは定かではありません。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。